い、ということで始まりましたけれども、前回の私のカラオケの方はお楽しみいただけたでしょうか。お二人の歌声でみんなの心を癒してください。おー頼む、 SSR 来い。洋楽、洋楽、おおお、昭和歌謡が出ました。スパイスガールズのワノビー、久保田咲さんの異邦人っていう曲があって、もてはます異邦人。今回はね、もう皆さんお待たせいたしました、ファイちゃんに歌っていただくということで、もう早速準備ができてるようです。はい、オッケー。ファイちゃん元気？元気、イエーイ、めちゃめちゃ元気そうで何よりです。イエーイ、もうバイブス上げ上げていくよ。上げ上げでいきましょう、はい、もう歌う準備はバッチリですか？はい、でもちょっと緊張してます。あ、もう全然大丈夫だよ、緊張とかそういうの大丈夫だから。あ、かしこまりました。全然大丈夫だから、もう本当にあの、はい、気抜いていただいて大丈夫です。頑張ります、うん、もうリハーサルだと思ってやっていただいて大丈夫なんで、はい、頑張ります。はい、これちゃんとテロップで音響監督と新人声優ごっこっていうのをちゃんとつけといてください。じゃないと私がこういう感じだと思われてしまうから。うん、もうね、全然こんな子じゃないです。はい、私の歌を聴け。あいや、もう不安しかないんですけれどもいやいや、そんな不安をかき消すぐらい明るい曲で、ね、ノリに乗っちゃうから。はい、うん、では早速ですが、はい、歌っていただきましょう。ファイルゾイちゃんでワナビーよーテルワナワンワナレレレレワンソーチャリマチワンワチャレレレレワンアテルワナワンワナレレレレワンソーチャリマチワンワチャレレレレワンアワナハ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 アワナレレレレレレワナセクセク If you want my future forget my past見られたっていうのがマジで貴重なんじゃないかなって思うんですけれども、皆さんいかがでしたか？我々のカラオケ楽しんでいただけましたか？ってことで、皆様また私たちに歌ってほしい曲などあったら、ぜひコメントガンガン送ってくださいね。お願いします。声優談話室でてか今日もさ、うん、あのここ来るまでのがさ、ちょっといろいろあったんですよ。そう、ここ来るまでのエピソードはやばい。ここの収録スタジオの4駅ぐらい離れた場所にスターバックスがあって、うん、ちょうどなんか私乗り換えのタイミングでそこ使ってて、うん、でなんかあの暑すぎるからもうスタバ行ったみたいな、うん、で飲んでるみたいなことを話してたら、隊長が私もスタバ行くわみたいなことを言い出して、そうそう、同じタイミングで私もフラペチーノ飲みたくって、そうフラペチーノ目当てでちょっと行ったんすよ。そう、 LINE をずっとしてて、あとなんか5分ぐらいであの最寄り着くみたいなこと言ったら、え待って私もって言われて
もしかして同じスタバって何で同じ路線って聞いたらまさかの同じ路線で駅着いた瞬間にいや草ってなって全く同じことやってたかっていう、ね、そう行動がね全く一緒だった、うん、っていうねそのぐらいもうバイブスの合う2人なんですけれどもね嬉しいですね、はい、声優プレイ楽しかったいや本当にねでもさでもさ、うん、それぞれソロで歌っただけで終わりにするのは違くない確かにそれは絶対違うと思うんだよいやオタクはねカラオケ行ったら必ずデュエット曲は歌うもんよそれじゃあ最後は2人で歌ってみますか何、うん、なんかね私歌いたい曲ある何実は残酷な天使のテーザーを歌いたいオタクの必修科目それ、うん残酷な天使のように少年よ神話になれ青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛い気な瞳だけどいつか気づくでしょう、その背中には遥か未来。そして始まる抱きしめた命の形その夢に目覚めた時誰よりも光を放つ少年よ神話になれ人は愛を紡ぎながら歴史を作る女神なんてなれ残酷な天使のテーゼ窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれありがとうございましたありがとうございましたはいありがとうございますよいしょ孤独な戦いだった時は2074年科学が発展した未来都市にジュラル星人が攻めてきたんだ私はなんか生きてたらそこにチャーケンがいた、チャージンゴーゴーゴーケングッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします